Zumindest einmal Ulti, okay. Wenn er schon so gesagt wird, ne? Oh Gott, die ist tot, hä? He's mega strong. Oh, die macht den Gegner wieder zu schnell down, ne? Der Ulti macht so Bock. Ui, ich glaube, jetzt ist er in Gefahr. Hm? Nee, Kevin da. Chika 33 Kai no Zombie wa subete. Otsukaresama. Hoka no Kai no Zombie mo Suitsusha hontai ni hannou wa? Ijou wa nai yo. Mada kiki o dashita to wa handan dekinai wa. Wakatta. Nani o suru n desu ka? Sakura kanojo wa tada 無実の妹さん。第12律者の能力は死亡した瞬間に空気感染する侵食僕たちの知らないうちに基地の軍人が勝手に彼女を殺し、それでこのゾンビによる襲撃も、そのさくらは間違っている。リンは本物の律者だよ。さくらは自分の行動に責任を持たなければならない。でもそれはリンの意思じゃないです。軍人たちが彼女を殺さなかったら この悲劇だって。たとえ軍人たちを止めていたとしても、いずれ他の人がリンが律者として選ばれた時から、彼女の結末はもう決まっていたんだ。これが崩壊だよ。 Das ist Honkai. ケビン、聞こえる？律者はまだ消滅して。なんだって？ Herrscher der Korruption, okay. サクラを連れて安全なところまで行くんだ。リンはまだい。ケビン。
さくら。あの子に。バカか。彼女はもう凛じゃないんだ。さくらお姉ちゃん。ツール。そこは危険です。危険だから行くのじゃ。何時はわらわを止めない。凛はきっととても寂しがっているはずじゃ。あの子には。冗談はよせ。やめろ、さくら。ゼール、すまない。ゼーレが姉君と再会すること。 Okay, da ist schon, also das ist alles so interessant gemacht. Wenn wir überlegen, ich bin in, was ist das, Kapitel 12? Wahrscheinlich kam das vor wie vielen Jahren raus? Keine Ahnung.ケビ、やったわ。リツシャが罠にはまった。遠隔プログラムのおかげで彼女。ケビ、ごめん、メイ。少し時間が欲しいんだ。野暮用ができた。それとセーレク、メイがリツシャを封印したよ。最後、リツシャの活動に原因不明の乱れがあった。その機会を彼女は見逃さなかった。ああ、それでよい。リンと共に最後の一瞬を過ごせた。最後まであの子はわらわの姉としての誇りを守れ。君は最後まで後悔していない。それ。ケビン、一つ、ゼーレを、彼女を桜の咲く広場に連れて行く。頑張ってみるよ。ゼーレ、どうすることもできないことは少なか。しかし、何時には。何時とそのものが、この世界は相変わらず美しいと。何時の世界にはまだ希望があると。ヘクトールは王国が陥落することを知っていて、しかし二人は後ろを振り返ることなく、この最初から悲劇だと決まっていた。彼らがそうあったように、僕と、何、彼女の遺体を故郷に連れて帰った。
僕が目にしたのは、何者律者は地下の格納庫を掌握してミサイルを発射し、人類僕はハイドと化した日、僕の目には一片の桜も映らなかった。燃え尽きた大地に立ち、僕は彼女に、全ての人々にそう約束した。どんな対価を支払おうとも、必ず人類を崩壊に勝たせると。Finde ich mega cool, so Mini-Cutscenes, ne?